なんとね、今回実は僕の口から言っていいのかな、ゲストが一人ではないんです。なんと二人。え、これ僕全部言うんですか。今回はゲストの方をお二人呼んでおります。そうですよね、はい、全然喋る気配を出さないから。というわけで今回のゲストお二人入ってください。どうぞどうぞ。お願いします。お願いします。さあ自己紹介の方お願いします。ジャンバリドット TV J ガールズの虹ひかりです。よろしくお願いします。お願いします。同じくジャンバリドット TV J ガールズの井原マリアです。お願いします。お願いします。とも寝起きですか。声が思ったより出ないと思います。ちょっとあの声が思いのほかこもっててすいません、通らなくてね、はい、そうですよ ね、 ね、紹介してくださいってね言った最後にね、すげえ考える時間あったんで、あれ、俺そんな難しいこと言ったっけと思いながら、すいません、すいません。ちょっとあのタイムラグが発生し、タイムラグあったんですか。ありました、ありました。 ね、 ね、はい、衣装か。そうなんですよ。全然初めて来た。夏仕様かな。夏仕様かな。かな。本人たちも分かってないのこれ。いや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 。え、どういうこと。今回企画、はい、ちょっと別で考えてます。別で、はい、うん、今回の特別企画は、はい、ジャンバリドット TV 内での海好き王を決める、うん、五十嵐 VS 二次海好き女王決定戦。えぇー、わぁ、はい、ジャンバリなんで決めるってことですか。はい、今回はこちらの2人で海好き女王の座を争っていただこうと思っております。おー、知識、目玉、そして愛嬌、うん、どちらが女王にふさわしいか、クロちゃんが審査委員長とジャッジしてます。あ、僕は審査委員長で、はい、結果とかもちろん、ね、実力が大事なんだけど、海好き王ってやっぱね、どんだけ海が好きかっていう気持ち、はい、そうですよね。あとはやっぱね、僕ね AI じゃないので、やはりね、クロちゃんに対してどういうことをしてくるのかも楽しみだなと思ってますね。最低ですね。結構、はい、五十嵐さんの方は結構番組に出ていただいてるので、はい、若干リードしてるんですけど、はい、けどまあ前回 DMM さんとコラボした時に、うん、なんかあっちの収録の方が楽しいみたいなことを言ってないで、まあ、スタッフ側としてはこんなこと言ったの。言ってないですよ。嘘つかないでください。残念じゃねっていう話ちょっと出てる。確かになんか俺もなんかね、じゃなくてコラボした DMM さんの方ので撮ってる時の方が楽しそうだったって話めっちゃ聞くからね。え、本当ですか。嘘で、そんなわけないですよ。ミキさんをフィーチャーした方が俺らに得じゃん。番組撮っていいんじゃないか。いや、え、そういうことですか。はい、だからまあそうなの。今のところミキさんの方が若干、え、さっきミキさんすごいっすね。え、ってことはなので、あんまり出てないはずのミキちゃんの方が評価がいいってことなんですね。壁の噂で、風の噂で、あの海パラ出たいって言ってた。言ってました。今ちょっとタイムラグあるんだよね。さっきからずっとタイムラグあるんだよね。言ってました。言ってた。言ってました。本当にお邪魔させていただけないので、今日久しぶりにお邪魔させていただくとめっちゃ嬉しいです。家に来たみたいになってるよね。分かんないけど、やる気はあるってことね。あります。あります。じゃあならね、せっかくなんできちんとクロちゃんも審査してみますんで、はい、はい、じゃあ頑張ってくださいね。頑張ります。成功していつものミッション。あ、やんミッション。え、やんのじゃん。はい、こちらです、はい、じゃん。
実践ミッション、こちらの方は3人で協力して5時間以内に7つのミッションをクリアせよ。はい、カムを出せ、骸骨戦士を出せ、ブラックファルジョンで当てろ、アマデジで確率分母内で当てろ、でジャパンフラッシュ発生、7回連続大当たり、ビッグバイブ発生。はい、ここは機種がいろいろと分かれます。うん、だってね、骸骨戦士ってなったらね、これ大見本ブラックでしょ、はい、ブラックバルこちらですけど、これアマデジもあるからね。じゃあならこれ本当にやっぱりそのね、海月女王なるものがやっぱりそのなんていうの、こういうミッションとかもやっぱ好きだからこそ成功させるってことが大事だから、見せないといけないですもんね。そうよ、本当に。え、気球良くなかったよね。え、でも前回から変わったと思いますよ。え、にじちゃんはどうだったっけ。私はどちらかといえば多分引けてた方だと思うんですよ。そうなのね、ならちょっとな、期待していいってことね、二人ともね。そうですね、はい、わかりました。じゃあならミッションね、きちんと成功させて海月女王も決めちゃおうと思います。お願いします。さあ行きましょう。うん、お願いします。あ、お願いします。このミッション1回だね。おはようございます、よろしくお願いします。あ、海あった、海あった、海あった、ありました、いっぱいあるよ。どうしよう、さあ選びたい放題だけど、どれにしよう、うん、じゃあ最初3人でブロック打ちますか。だってミッション確かに多かったね、骸骨戦士とか。じゃあまずならなブラックでいきますか。はい、じゃあな、仲良く角で角取って、角1、角2、角3でいきますか。はい、いきましょう。じゃあ俺真ん中いきますね。やっぱ審査しないといけないからね、2人ともね。じゃあ角で。さあじゃあいきますよ。はい、お願いします。さあということで3人合わせて7つのミッション成功させるぞ。おお、海月女王になりたいぞ。やるぞ。じゃあスタート。さあまずはね、はい、気になる近江法ブラック、こちらの方でミッションの方を達成していこうと思うんだけど、はい、はい、さあみんな2人ともどのステージなの。どのステージ。あ、そういえば変えてない。私はあれがトレジャー、トレジャーで行きます。マリオはトレジャー。はい、ひかりちゃんは？ん？どこのステージなの？いや指さして、指さして、指さしてなくて、いや分かるでしょ、だって 海好きなんでしょ。なんて、なんていうとこでしたっけ。なんていうところでしたっけ。アトランティス。アトランティスね。アトランティスやった、うんうんうん、でしたよね。あれ本当に海好き？好き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 、めっちゃ好き、めっちゃ好き。桜のライトがめっちゃ好きで、うんうん、およく打つんですよ。だからオーミーブラック、オーミーフォーブラックは久しぶりです。なのでちょっと怪しいです。怪しいです。あの本当に、本当にきちんと好きなんだよね。ちょっといやいや、あ、ほんまにあの好きな気持ちはあの誰よりも強いです。ちょっと緊張してます、めっちゃ。あ、緊張で今はなんかこんな感じになってるってことね。ですね、なんかもう本当にだってめっちゃお会いするの久々じゃないですか。確かにね、うん、いや終わり、会話まで終わり。いやいや俺のターンじゃないからね今。なんでなんで久しぶりだから何何とかじゃないの。久しぶり、お話不自由な人だったっけ。ちょっとこれはなら今の感じで言うとさ、マリアが成功リードしてる感じになっちゃうんじゃないの。そうですか、大丈夫かな。いや知識の面においては私もちょっと不安要素は結構。そうでしょ、だってだって何準レギュレベルで出てないだって。そうですね、確かに。いやでもブラックは結構好きなんで、うん、演出を出す自信はあります。はいはい、そうありますよ。例えば、例えば、あでもここで言ったらミッションは骸骨船長と。骸骨船長じゃない。噛んだの今、噛んだの。でも突っ込まないで、骸骨船長ね。いやいや突っ込むでしょ、だって急に骸骨が出てきたら困るでしょ。え、当たった、当たった、当たった当たった。ノーマル、ノーマル、スーパーみたいな、スーパーの。いや今クラゲで当たりましたね今。え、21回転ってことは、あれ一歩近づいてますか。来てる、あれあれ今日どうしたの。
当たったら当たった。一理なく早いですね。てかもう最速。じゃこれね、あの、うん、まあ、オールフォーブラックなので、はいはい、これ今当たりましたけど、うん、SP に入る条件って何でしたっけ。条件SP に入る、引き戻す、あの、すいません、SP に入る条件っていうか、あの、当たったらじゃなかったでしたっけ。当たったら、当たったら、え、本当に分かってなくない。これどういう、大丈夫、分かってますよ。でも、ちょっと終わりそうですもん。いやけど、ここでやってるんじゃない、やっぱ海月女王は。そうですよね。あ、終わっちゃいました。あれあれ、何何何、終わっちゃいました。スルーしたの。すいません、スルーしました。時間スルーでございます。当たるのは、まあ、早かったけど。早かったな、でもほぼ来なかったんじゃない、時短中来た、リーチ、ノーマルしか来なかった。魚群の方が好きだから、サムよりもテンションが上がるっていうか、サム出てこないか、俺ちゃんと思ってたからね。いや、実はそんなん言って煽られたサムさんが、ムキになって出てくるかもっていう戦法ですよ。あ、そういう戦法、俺の方が、みたいな。あ、ってことは、そういうじらすっていうことね。そうです。そう、じらすの好きやから、ちょっと。あ、じらすの好きなの。ついつい、じらすの好きです。プライベートでも。プライベートでも。え、だから、じらすの好きってことはどういう感じで、その、例えば、男の人と一緒に飲んでたりとかするときにもじらせるの、なんかちょっとねえねえって言われたときにじらすし、いじめるのがちょっと好きやったりするんで。いじめるのが好きなの。まああの、じらされてる感じを、じらされて余裕がない感じを見るのがすごい楽しいから、ちょっとサムさんもじらそうかなと思って。 S だったっけ、 S なの。いや、私ド M なんですけど。いや、もうむちゃくちゃなんだけど。違う、ド M なんですけど、じらすのは好き。ド M なんだけど、じらすの好き、なんか、あの、そういう、ね、講習。あ、出た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 、当たる。いや、マジすごい。めっちゃびっくりした。ということで、はい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 、来ました、来ました。え？え？まあ、あの、すいません、え？何でしょう？あ、こっちビッグバイ、こっちビッグバイだ！マジ？え？来た来た。あれ？お願いお願い。当てろ。当てろ。当たれ。なんで外れた？なんで外れた？そうだ。当たった、やった！当たり！ありがとう。ということで、はい、ひかりちゃんがビッグバイブ達成。え、なかったこと。嬉しい。いや、すごい。ビッグバイブ出したよ、出した出した、出したよ、いや、出したよ、ビッグバイブ、ね、あれ出したよ、ビッグバイブ、ビッグバイブ出してない、出してない、出してない、ビッグバイブ出してない、ファーストビッグバイブ出してない、ファーストビッグバイブなかったから、こんなんなかった、出した、出したよ。違う、あの、すいません、出したね、オンエアしないんで。いやいや、やだ、ひどいよ、出したもん、出してない、カリちゃんだけど、まさか一発目出すわね、一発目じゃないですよ、ね、一発目じゃない、こっからもまだ出すんで、そっちは。しかもさ、しかも、え、でもマリア聞いて、マリア聞いて、何、しかも、あの、聞いた、奇数絵柄の、ね、カメで当ててるからさ、3000でも SP 入るからさ、ブラックパールソース開ける可能性もあるってことだよ。でもその前にバイブしたもん、これ黙ってもらって。したもん、してないか、したのよ、ビッグバイブ、ビッグビッグバイブ、あれはあれはビッグバイブじゃないか、違う、ノーノーノー、2ビッグバイブ、1ビッグバイブ、ノービッグバイブ、ファースト、ファースト、ノービッグバイブ、イエス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 、よーし、やろう、したよね、わかりました。仕方ないですね。じゃあわかりました。マリアがビッグバイブを達成しました。いいの？あれ優しい。じゃないとなんかまた嘘ついたみたいな感じで不正なみたいな感じだったら、これが叩かれるからさ。保身のため、保身のためか。
まずいよ。あれ、終わっちゃうよ。終わっちゃう。特にチャンスも見られず終わってしまいました。時短でどうにか引き戻せれば OK。 あっ、デッグバイブ、デッグバイブ、デカ炎やばい、ボタンプッシュ、素晴らしい、大当たり、素晴らしい、やったー、ね、さあ変わるか、こう、イエーイ、よかった、時短中の当たりです。めっちゃ嬉しいよ。これも2回連続当たりないってことは7回連続いきますもんね、このまま。あ、そっか、時短中に当たったらもうね、大丈夫だから。このミッションもあった。7回目指してブラックパールゾーンでの当たりをここで当ててほしいな。当てたいですね。あちゃー、今回もかなわず。今のところね、一応ミッション達成でいうとマリアの方が1個達成してるから。ミッションはね、ミッションはね、あれはパッチョンしないって聞いたのでする方向だと思ってたのに、ね、よかった、よかったのか分かんないけど、あお、おっえキュンときました。よかったよかった。なんか当たり方がなんというかシンプルというか、当たりました、208回転やれました、しかもおって言ってたら私も終わっちゃったよ。まあ任せてください。ってことはこれは今ブラックパールゾーンで当たったんですか。1で当たりました。そういうことはブラックパールゾーンで当てるチャンス、よし、ミッションのチャンスが来ました。私にもここで当てたことないんですよね、私ブラックパルト、うん、え、前回めちゃくちゃ当たってましたよね、クロちゃん。全然関係ないの、関係ないからさ、俺はしゃられてるからね、完全にね、何回も当ててたのに。よし、頼むか、頼むよ、頼むか。あのね、実写の影が出てきたらね、いいんだけどね。あと、ダブルリーチだよ、ダブルリーチ。ダブルリーチ。ああ、ダメだ。ダブルリーチある、ああ、けど、チャンス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 。止まれ。止まった、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 止まった。なんでよ。おかしくない感じだったよ。だよね。終わってしまった。まあけどまだね、うん、もう一回ここで ST 中に当ててもらって諦めません。もう一回ブラックパールゾーンへ。なんでよ、もうなんで曲が外れるの。あんまり好きじゃないですか。好きです。なんか愛が通じてないですね。片思いです今。片思い中今かなり片思い中です。まあ、片思い楽しいですけどね。それだと振り向いてもらえなくてもいいみたいな感じなんですけど大丈夫。さあ、ネッシー、
さあ今度こそ真ん中から出てきてないけど、さあだね、ほらほら来い、嘘でしょ嘘でしょ、割れるでしょ、あらあらクロちゃんだ、めっちゃ外すやん、いやめちゃくちゃ、めちゃくちゃ、おい嫌なこと言うな、あいやでもこっからやから、もうだってね、っ笑ってもうてるじゃん終わっちゃいました、終わってしまいました、終わったの、そっちはそっちは俺今日はだって別に俺そこまで関係ないからね、よく考えたら、いやそんな関係ありますよ今日は、いやいやだって2人が海付き場を狙ってんだから、だけどミッションはみんなで達成しなきゃいけないんですよ、だけどだって2人がどんだけミッション達成するかって、俺が取り付けたらさ趣旨がおかしくなっちゃうからさ、いやいやもうちょっと俺まだ、いや今の当たらないことを正当化してない、今度10月にスーパーミュアタリインジャパン2ウィズ太鼓の達人が導入されることになりました、イエーイ楽しみ、その導入を記念いたしまして海日和スペシャルイベント9月にファンした会が開催されることになりました、おー楽しそう、先行で打てるってことですよね、そうそう一緒に打てますので、皆さん気になる詳細はこちらの方です、待ってます、もちろんクロちゃんも参加しちゃいます、私たちも参加します、さあみんな参加しちゃいますからね、ということでイベント内容もいろいろあるみたいなので、ぜひ皆さん遊びに来てください、待ってます、パンツの色は何色？パンツの色？調布したりとかもあったりするじゃん。ああ、まあ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 。履いてないって言ったらどうしますか？どうしますか？え？うわあ、来たもん！来ましたー！めっちゃ嬉しい！ゲット！出したよ、俺出しちゃった！上半期ブレイク芸人6位らしいですが、あ、よく知ってます、ありがとうございます。何がブレイクしてるんですか？顔面ですか？え、待って、今のなんかちょっとダメで、痛い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 、待って待って、あ、本当に痛い、これちょっと待ってね、